岡山に着きます。お出口は左側です。乗り換えのご案内をいたします。新幹線で愛用西明石方面途中、京都までの各駅にも停まります。岡山始発の光466号東京行きは10時23分です。着きました。同じホーム向かい側24番乗り場、電車中の電車にお乗り換えください。その後途中姫路にも停まります。のぞみ124号東京行きは10時28分着きました。同じホーム23番乗り場でお待ちください。姫路にはのぞみ124号が先に着きます。山陽線の上郡から地図急行線を通ります。特急スーパー稲葉5号鳥取行きは11時5分3番乗り場、四国方面瀬戸大橋線特急潮風7号松山行きは10時35分8番乗り場、快速マリンライナー23号高松行きは10時53分8番乗り場、特急南風7号渦潮13号高知徳島行きは11時5分6番乗り場、アンパンマントロッコ1号琴平行きは11時18分7番乗り場、久美線特急八雲9号出雲市行きは11時4分2番乗り場にお越しください。今日も山陽新幹線をご利用いただきましてありがとうございました。お降りの時はお足元にお気をつけください。小さなお子様連れのお客様は手をつないでお降りください。降りの際には前の方に続いて順序よくお降りください。お出口は左側です。 The doors on the left side will open. Thank you.